みんながいない。あ、みんな見えますか？来た来た。今お父さん普通に帰ってきたから喋っちゃダメだよって言っといた。あぶねー。いつもショールームの前にちゃんと連絡するんだけど今日ちょっと忘れちゃった。おかえり、ありがとう。でちょっと道でピュレグミ見つけたから食べるね。道でピュレグミ見つけたから食べる。うん、うまっ。まあ、みんな今日夜何食べた？私はうなぎ食べた。道で拾ってきた。うん、普通に棚に置いてあった。いやー、美味しそう。焼きうどんだって。豚しゃぶもいいね。うわ、しゃぶしゃぶ明日食べよう。わからんけど。ハートありがとう。よかった、人数更新されなかった。いいね、マックもいいよね。マックもさ、なんかたまに無性に食べたくなるよね。あ、いいね。みんなめっちゃ食べてるね。焼肉、餃子、寿司。寿司、へえ。この前聞いてください、寿司行ったの。寿司行ったら中トロがなんか2枚重なってるやつのキャンペーンみたいなのしてて、なんか中トロキャンペーンみたいなのしてて、それがあったおかげで中トロが完売してて中トロ食べれなかった。一番好きなのに。中トロ大好き。もう中トロならマジで何貫でも食べれると思う、本当にね。うわ、いいな、それ食べたって。いいな。私本当はお寿司食べず嫌いで食べれなかったんだけど、そう、 SK 入って、あのメンバーがねお寿司一緒に行こうって連れてってくれて、そこで中トロというものに出会ってしまった。ウニはね食べれるんだけど、そんな好物ってわけでもない。イクラはちょっと苦手ですね。猫です。ちょっとね、何回も言うんですけど、みんなあの YouTube 今日公開されたので見てねー。あのコメントもね見てますんで、よろしくお願いいたします。猫が鳴いてます。小学生の頃はイクラしか食べれなかった。逆にね、見ます、ありがとう。すごいビギナーの方がいる。この時間だからかな、なんかこの時間にやるようにできるようになってから、最近なんかいろんな方が見に来てくれて嬉しい。てか、なんかそのショールームでさ、コメント読むじゃん。でなんかそれを喜んでるツイートを見かけたりするのよ。みよまるちゃんがコメント読んでくれたみたいな。なんかもう私がそんなコメント読むだけで喜んでくれるの、もういくらでも読むよみたいな感じ。ありがとう。そうなんですよ、今回の動画めちゃめちゃシュールで、あのカップラーメン食べてるだけなんよ。しかもあれ2分になってるでしょ、動画。あれ2分の動画なんだけど、私あれ9分かけて食べたの。9分かけて食べたやつが2分に凝縮されてました。あれね、中身ね、あれほんと隠さなくてよかったらしくて、あのカップヌードルですよ、カップヌードルを食べました。そう、カミフレがカップラーメン食べてみた、それです。それが私の自己紹介動画です、一応ね。
いつかなんかさ YouTube のさ未公開集みたいな作れたらめっちゃ面白そう。辛くない、普通に普通の味です。逆に普通の味しか私食べたことないかも。美味しい、私大好きだよ。カップラーメン意外に好きなんよ。カップラーメン好きで、深夜に食べるカップ焼きそば、カップ焼きそば、焼きそば好き。シーフード味は食べたことないな。そうだから一応なんか白いテープで覆ったの、動画の中でね。でもそれだけだと何食べてるかちょっと分かんないかなと思って、美味しいラーメンって書いといた。美味しいカップラーメンって書いたっけ、覚えてないや適当面白い動画ですね、本当ありがとう。罪悪感がさらに美味しさ増す、それな。え、シーフード美味しいの？シーフード食べたことないね。えしーちゃん、しーちゃん、あ、ゆうちゃんが泣いたの。しーちゃん、ゆうちゃん、あ、泣いた。しーちゃん、あれ、しーちゃん、あーかわいいしーちゃん、しーちゃんってシーフードのシーから来てる、もしかして。あ、無視されました。違います、しーちゃんのしーちゃんはですね、シーフードじゃなくて、あの雫から来てます。ねえしーちゃん、しーちゃん、しーちゃん、おーい、お返事猫ちゃん、しーちゃん、セイホー。ダメだ、ダメダメ反応なし。しーちゃん、プッチョヘンズ。ダメだ、しーちゃん、しーちゃん、セイホーしーちゃんしーちゃん来ないです目の前ここにいるんだよ、今ここに。しーちゃんここにいるの。しーちゃん、しーちゃん、セイホー、ほーほーって言ってるよね、だから心の中でやってると思う。セイホー、ダメだ、無視された。しーちゃん、しーちゃん、超目合ってんの今。ちょ、みんながほーって言ってくれてる優しい、優しいね、みんな、みんなめっちゃ優しいじゃん。しーちゃん、セイホー、セイホッホッホー。無視、ガン無視ダメだった、ダメでした。みんなにやろうかな、みんな、セイホーあー、おもろいな、すげえ、コール&レスポンス、すげえ、めっちゃほーって飛んでくる、すごーい、ふぅー、セイホッ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 。そう、今みんな声出し禁止でしょ、だからちょっとショールームの中でもね、中だけでもちょっと声出ししていきましょう。わっしょいってきたあー面白いな。私コール&レスポンスのさ、バリエーション少なすぎてわかんないんだけど、プチョ変さコメント欄綺麗だってはめられたね、みんな嬉しい。あ、わかった、ほうほうほうじゃ反応しないよね
だって猫だもん。だって猫ってさ、ほーって鳴けないじゃん、フクロウみたいに。にゃーって鳴くやん。しーちゃん、せいにゃー。違ったみたい、違ったみたいだわね。ごめんね、ごめんね。今眠いよね多分。しーちゃん、しーちゃん眠いって。眠いらしい今、多分眠いらしい。うん、かわいいね。なんか最近ね、バロンとナナちゃんの成長がすごくて、あ、すごい、みんなにゃって言ってるみんな猫になっちゃった。あのナナとバロンがなんか巨大化してて、います。なんかバロンが特に、バロンはオスだからなんかすごい大きいの、体がもう巨大だから、その2人を抱っこした後にしーちゃんを抱っこすると、なんかもうしーちゃんもそんなにちっちゃいわけじゃないんだけど、すごいもうちっちゃいねってなっちゃう。かわいいんですよ。そう、うちに来た猫大体太る。ご飯めっちゃ、ご飯ちゃんと食べさせるけど、運動はねちょっとみんなフリーなので、走り回ってる子もいればそうじゃない子もいるので、はい、大体がそうじゃない子なんですけど。そう、しーちゃんがねちっちゃく見えるくらい2人がでかいっていうこと。しーちゃんかわいいね。ちなみに今膝の上にはゆずがいます。やまるちゃん、はい。ゆずは細いですね、スリムです、昔から。あ、動画見てくれた、ありがとう。2分、そう、2分ちょっきり、2分ちょっきりの動画だった。みんな見てね、拡散も、拡散よろしくお願いいたしますね。次はいつちょっと更新されるかは分かんないんだけど、あのお楽しみにもう終わってと思ったらまだやってた。そう、ちょっと12時までおしゃべりしようかなって思ってます。そう、自己紹介動画、なんか自己紹介って、あ、グッドボタン押しました、ありがとう。自己紹介って公式ホームページって書いてあるのはもうみんなね見てもらえたかなって思うんですけど、改めてなんか動画とかで自分の自己紹介をして伝えるってなかなかないなって思うんですよ。劇場の MC でもさ、その自己紹介 MC っていうのがあるけど、そこでは私は A 型でみたいないちいち言わないじゃん。だからなんかそういう動画がね作っていただけてね、また新たな SNS でね紹介できるのはすごい嬉しいですね。そう、最近多分みんなも知らないこと、あれね、私が全部考えたんだよ、何を紹介したいか。あれ全部私が考えて、そう、こういうことを紹介したいですっていうのを書いたんだけど、え、足のサイズ知らなかった？じゃあ足のサイズ 24.5 なんだよ。え、それはどっちのびっくりですか？ちっちゃいなーっていうのなのか、大きいなーなのか。コアラの赤ちゃんってどこにいるの？わかんないです。でもコアラの赤ちゃんがすごい可愛くて好きだから会いたいの。コアラの赤ちゃんに会いに行きたい。いつか YouTube でちょっとコアラの赤ちゃんに会いに行こうみたいな、やりたいのコアラの赤ちゃんに会いたいですで、ね、はいチーズって言って、それサムネ。いるのかな、それで。みやまるちゃん学ぶわ、ありがとう。あの動画いいよね、すごいかわいい。24.5、 お揃いですね、マジ。うわ、靴のシェアができるね、素敵な企画ありがとうね。すごい、カップラーメンを食べながら自己紹介をしてる YouTube はどうなんですかね、初めてなんじゃないかな。まあなんかそうですね、なんか YouTuber でもないし、なんて言うんだろう、まあなんかアーティストチャンネルって感じだけど、
ああいう動画もね、歌って踊ってる姿と、あとそういうこういう人ですよっていうのだったりとか、まあいろんなことをねやっていきたいかな。なんか縛られてやるよりもそうやって好きなことやってた方がみんなも楽しんでもらえるかなって思うし、こぼした具を拾ってあげたい。いやあれ私カットされると思ってて、マジであれあの瞬間めっちゃ素だったから、なんかやばい素だと思って恥ずかしかったなんかショールームでこうやって普通に喋ってて素が出てる分にはなんかもういいんだけど、なんかもうなんかって思っちゃった。 YouTube で自分の素がパッて映ってるとえってなっちゃう。まだビビっちゃいますああ面白いな。コアラの赤ちゃんに会いたいんだ。あと髪フレで、あでもこれ動画見てない人はちょっと見てほしいんだけど、髪フレでしたいことを書いたじゃないですかに行きたいふんふんふんランドに行きたいってやつ、あれねすごい行きたくて、私まだ人生で一回も行ったことないんだけど、そうなんか何のライブだっけな、なんかのライブの時にその普通に移動してて、カミフレで移動してた時にそのふん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 ランドが見えたの、一瞬見えて、えみたいな、かわいいみたいな、すごいたくさんそのキャラクターがたくさんいたから、あこんなにもそのキャラクターで溢れてる場所なんだと思って、すごいかわいいと思って、年パス勢でした、強っ。だからちょっとカミフレのみんなで行って見たいなって思った。あそうだね、それだ、立川に行く途中だ、で見た、早くそこでミヤマルのネームタグ作りたい。何それ、ネームタグって、何ネームタグって。私は全然詳しくないから、ただただ可愛いという心のみなんだよな。いいな、何回か行ってる人がいる、うーん行きたい。そうアヤカーニバルだ、アヤカーニバルに出演させてもらった時、あれすごい可愛いですね、耳つけたい、耳パーツ組み合わせてネームプレート作れる、絶対可愛いじゃん、絶対可愛いじゃん。で紙フレとしてのね目標だったり夢だったり書かせてもらったんですけど、なんかまあ自己紹介動画なので結構個人的な、なんかいつも言うようなことよりもなんかうちに秘めてるというか、実はこういうこと思ってんだぜみたいな感じのことを書いたんだけど、そう紙フレでね何々歌いたいみたいなやつとか書いたので見てください、バナーから。でその下からそのねカミングフレーバーのファーストミニアルバムがね6月16日に発売されることが決まりましたので、ぜひねご予約お待ちしてます。でお渡し会もね特典であったりとか生写真と直筆メッセージカードがね、はい、一枚一枚違うカードが入ってますので、コピーじゃなくてガチで一枚一枚書くから、マジで何枚書くんだろう、想像つかないんだけど、お楽しみに。みんな楽しみにしててね、 YouTube もミニアルバムも。でも今私が頑張るべきことというか、紙フレが今目の前にしていることはミニアルバムをよりたくさんの方に手に取っていただいて、楽曲を知っていただいて聴いていただいて、それをねライブで披露した時に、ね、
どれだけいいものが見せれるかっていうところだと思うんで、頑張りますね。みんなミニアルバムぜひ手に取ってください。お願いします。こちらからバナーからお願いします。私の直筆手元に届くかしら。あのね、わかんないんだよね、ランダムだもんね。友達にも配るだって、優しい、ありがとう。もうマジで紙触れ布教をよろしくお願いします。本当にこっからマジで成長というかパワーアップしていくと思うんでね。まだ7人になってから歌って踊ってるとこ見てもらってないし、そう今日ローソンさんのツイッターに紙触れのね、そのツイートがあって、ご予約受付中ですって、なんかすごいなんかね、わーって嬉しかった。HMV のクーポンもあるの？嬉しいな。友達がカウントダウンの時からアルバム出すの予想してた。いえ、友達強え、私誰にもバレてない、よっしゃって思ってたのに。なんかみんな全然なんかライブだとか新メンバー加入かみたいな予想しかしてないイメージだったから、いや、みんな絶対びっくりするだろうなって思ってた。すごい当たってたんです。いや、ジャケットかわいいの、ジャケットかわいいんですよ。あれイラストめっちゃ好き。そう、有観客ライブも単独ではまだしてないので、ライブだと思ってたぜです。やっぱみんなあれなんだね、予想してくれてたんだね。いや、カウントダウン本当に企画してよかったな。みんなになんか楽しんでもらえてたみたいで嬉しい。SK 全然知らないけど宮丸のことだけ知っている友達。何それ、特別感やば。みんなやっぱライブだと思う。やっぱ紙触れといえばライブだよね。ライブ大好きなんだけど、もう早くライブでぶち上がりたい早くライブしたい、ライブがしたくてもううずうずしてるカウントダウンワクワクしてた。おー嬉しい。みよたん、はーい。ね、ツーマンしようぜもね、第2回もね、いつかちゃんとやりたいですね。続けていきたい。いやー、夏のライブはマジ暑い。なんか、あ、そういう気温の暑いとかじゃなくて、なんかもう心が暑いなんていうのなんかもうね、すごい感情がうおーってなる。夏ってやっぱいいね、すごい。でもなんか紙触れといえばすごい夏みたいなイメージが私の中ではあって、夏にこうなんて言うんだろう、何かがあるグループだなって思うんですよね。初めて曲が出たのが7月で、初めて初単独ライブしたのも夏だったね、8月。でも綾川にバルは冬だったね、一番最初の。ま、結局どういうことかっていうと、一年中髪触れっていうこと、そういうこと。ちょっと聞いてください、ね、最近これちょっと鳴るようになったの、すごくない？なんかやり続けてたらできるようになっちゃった。まだまだなんだけど指パッチ、どうどうどう
微妙だな。みんなできます、これ。これみんなできる人、トーク会で聞かせてください。ちょっと練習させて、参考にしたい。カスカス、それな、それな、ならない。いや私もなんない、こっちとか特になんない。イエーパッチン、継続は力なり。ここでもそれか、なんでなんだろうな。見回りよりできる、うわいいな。80点、いや50点ぐらいでしょまだ。カスカスのやつ気が出ます。すごい、両手できる。うお、師匠や師匠や。あと3分、早い早い。ちょっとちゃんと時計見る。ならなくなった。お風呂でやったら綺麗になる。やっぱ滑りが大事なのかな。なんか私はなんかネイルしたからかなって思ってたんだけど、全然そんなことないよね。教えてあげる、ありがとう。今度やって差し上げましょう。お、みんな教えて教えて、私にこうするといいよって。スクショタイムください。いいよ、今日はちゃんとミックしてるから。ポーズは、ポーズは何、何がいいかな。じゃあゆうちゃんちょっと映れる、スクショタイムです。鼻に耳が刺さるんよ。かわいい。ずっと私の膝の上にいたんだよ。いいですか、スクショタイム完了。いいですか、あのブスなやつは載せないでください。そう、ブチャイクのやつはちょっとアルバムの中にしまっておいていただいて、可愛いのだけね、可愛いのだけ。でその可愛いの基準はまあみんなに任せるかな。ゆずでした。あと30秒で終わっちゃうね。さあみんな、今日は神フレの YouTube が動いたねということで、ショールームが終わったらもう一回再生しよう。ぜひ見てください。こちらからね、ミニアルバムも予約受付中なので、ぜひ手に取ってください。お渡し会も待ってます。ではさらば。バイバイ。おやすみ。バイバイ。見てくれてありがとう。おやすみ。おやすみ。バイバイ。